ロアングルからこんにちは、ロアです。佐藤のです。短い。はい、ということで今回も佐藤のあさんにゲストとして来てもらいました。よろしくお願いします。やってまいりました。よろしくお願いします。2回目ですね。2回目。モデルだったり、もうほんとね、いろんな雑誌出たりとかしてるよね。なんかいろいろ出てます。出てるね。あとイベントとかにも出てる。シュガレスっていうバンドのね、ボーカルやってて、すごいんですよ。ちょっと動画とかも上がってるんで見てほしいんですけど、かなりね、声のギャップがやばいんですよね。結構ね、かっこいい声で歌うよね。最近はね、YouTuber としてもね、すごいどんどん上がってきてるかな。始めました。ということで、今回の動画はですね、ノアティンのポーチの中身とね、はい、紹介してもらおうと思います。こちらシナモンですね。シナモンですね。可愛いの使ってる、ね、結構リップが多いみたいなので、リップから紹介してもらおうと思います。リップめっちゃ多いです。私結構あるのね。そうなの。まずこちら、はい、これ、マックのシーシアっていう色ですね。リップスティック、はい、今日もつけてます。お、可愛い色。この色、こんな感じの色です。すごい。20歳になりました。おめでとうございます。はい、私は深い赤が似合う女に。あとこれですね、エチュードハウス、うん、のエチュードハウスのディアダーリンソーダティントです。これは指原さんが総選挙の時に使ってて、これは買いだと思ってそこを走っていきました。それ結構話題でしたよね。うん、めっちゃ話題でした。なんかキラキラしてて、しかも持ちがめっちゃいいんですよ。だからそう、ティントだから持ちがめっちゃ良くて、だから直しがあんまりできない時、例えばそれこそ動画撮影の時って長い間撮ってるから、直しあんまできないじゃないですか。化粧直しとかができない時にこのピンクのリップを使ってます。ティントおすすめです。あとはこれ、じゃん、バーバリーのリキッドリップベルベット41番ですね。大人な女を押すな。大人の女になりたいんですよ。なりたいんですね。はい、あとこちらです。ヒールズのバタースティックリップ、新しい色も出たんですけど最近、これめっちゃいいですね。リップ下地っていうかリップクリームなんですけど、色が私もなんか欲しいんだよね。え、これめっちゃいいですよ、本当に。リピートで買ってます。日焼け止めも入ってるんで、じゃあ夏には特に。そうです、夏やっぱ日焼けとかで結構唇荒れちゃったりとかするんで、おすすめです。色付きなんで多分学校とかオフィスとかでも使えると思います。かっこいい。オフィスとかでもね。オフィスとかでも使えると思うんです。ジルのジェリーリップグロス8番ですね。これ青なんですけど、上に青みの色を塗ると、すごく透明感が出るので、キラキラするし、可愛いので、青系のグラス結構流行ると思うんですけど、私はこれが一番安いし、おすすめです。リップはこんな感じです。多いですね。でもその日の気分によって使い分けしてます。アイシャドウ。これ結構みんな持ってると思うんですけど、アディクションのアイシャドウ。ミスユーモアってやつですね。可愛い色してる。これピンクなんですけど、こういう感じになるんですよ。ラメ感がこういう感じで、ピンクのすごいキラキラ。粒子が大きいタイプですね。結構リピ買い、2回目です。これ本当にいいやつだ。ピンク系の一番おすすめです。あとはこれなんだっけ、ユーラちょっとフォーエバーのです。あ、かわいいね。ピンクかわいいから、はい、眉毛は、キャンメイクのミックスアイブロウ、はい、これです。オーソドックスな、はい、定番だと思います。よく使われてるやつですね、はい。アイライナーは目尻だけ引いてる、いつも目尻だけ引いてるんですけど、最近フロフシのモテライナーを使ってます。ブラウンはね、目元が優しくなるので、うん、黒より私はブラウンの方がいいかなと。私もブラウン派ですね。あと眉毛もう一個、サナのエクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX ペンシルですね、眉毛を描く、はい。これめっちゃいいですよね。これは3回ぐらいリピートしてる。これめっちゃいいです。そのぐらいしてるかもしれない。いや、これめっちゃ使いやすいです、ね。うん、使いやすい。ペンシルの部分が結構細いんで、結構不器用な人とかでも。パウダーもあるしね、ブラシもついてるし。そうそうそう、どっちもついてるからすごい使いやすいと思います、うん。ハイライトは最近買ったんですけど、RMK のグロースティック使ってます。はい。こんな感じで結構ガッツリ色がつきます。T ゾーンとか、あとは目のここ、こういうところとか、鼻抜き輪とかに乗せると顔が立体的に見えて、この私の平面なぺったらこい顔もこれによって出来上がって、はい、凹凸が、立体的な顔してる。凹凸がこれでね出来上がってますので、ハイライトこれおすすめです。これで全部です。全部紹介してもらいました。こんな感じですね。住み合わせみたいになってるね。リップが多いですね。そうなるよね。女の子は結構やっぱね、色味系はね多くなりますよね、はい。最近はね、大人を目指して、そう、大人目指して赤い感じの深い赤みのあるリップをね多めに使ってるんですね。近いな、本当にもうたくさん紹介していただきましたね。自分の YouTube でもメイク動画とか、メイク動画は3本くらい出してます。あ、もう結構上げてる。今までの私より上げてるんじゃないか。あれ
はい、ということでね、たくさん紹介してくれたので、ナーティンがね、リピ買いしたやつなんかはね、本当におすすめなやつだと思うので、ぜひ買ってみてください。ということで、今回の動画はここまでです。明日の動画はこちら。次だ。2人ともよう喋るからもうコミカするコミカする。今日はスザンヌのフルメイクを進行役なってるからね、喋るさっ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 てどっけ。紫のチーク鼻も入ります。VTR どうぞ。